っていうところはあるんでしょうか。あると思います。あのとにかく自分たちのこう雰囲気に持っていきたいってところがあるので、はいはい、いろんな攻撃を仕掛けたいっていうのはあると思います。はい、中が打ち込んでいきます。柴田が上げる、移動攻撃パスを決めてきました。早いです、はい、5対4です。5対5になります。ミドルを2人ともここは柴田使ってきました。良かったかもしれないですね。チャンスボール、まあ、打ち切れない、はいどうぞではダメなんですよね。そうですね。アギナデのサーブ、ネット際を拾った、井上美咲バックセンター、井上有沙6、井上美咲、アギナデを上げる、今村、うん、レグロ拾います。柴田アップダウン、ストレートどうだ、入っているか、入っています。狭いサイド決めて打ち切ったと思います、はい、井上美咲のサーブです。田中美咲、柴田アップダウン、ここは移動攻撃決めてきました。返しとばかりにこのグローで決めてきました。20対18です。そうですね、はい、もう前半から同じような攻撃で仕掛けてるイメージありますね、はい、両方ちょっと抜けましたけれども、まあ、そういった中でチームとして成熟されてきたところっていうかっていうのもあるんですかね、うん、だと思います、はいはい、昨日吉原監督も言っていたんですが、こういい感じになってきてしまったところで大会終わっちゃうのもったいないなっていう話を、うん、はい、そうですね、はい、試合数も結構少なかったギュッとした試合なのでね、はい、ここでまた頑張って、あの今年クロワッシーがあると思いますので、はい、そこで力を、ね、発揮、まあ、このメンバーになると思いますので、はい、リリースサーバーの役割っていうのはやっぱり大きくなるんでしょうか。なります。もうどんだけ崩してレシーブに貢献してっていうところですね、はい、ここは出てきました。タオラもタッポダを決めてきました。さあここで石田さんに代わってアキンナデオが戻りました。エリはここで1回で切ってきました。やはりこの石崎をリリースサーバーに持ってきました。井上美咲、井上有沙6、これが上げる、井上有沙、おお、よく拾った、もう一度上げて西川、ああ決めてきました。連続ポイントです。15点目が入ります。 JT さあ西崎のサーブです。いいレシーブでしたね、はい、西崎選手、まあ、本来リベロの登録ということなんですが、非常にいいサーブを打ちます、うん、越え、瀬田に帰って、うーん、脇になる打ちましたが、きつい、ちょっと吸い込まれた、つなぎます、うん、これ高く中が上げる、西崎、西田当てて、西川、西崎、柴田、西川、もう一つ使う、ワンタッチ、あったか、取っています、ワンタッチ取っていました、ここで16点目が JT に入りました、さあ、ホイが吹かれます、井上有沙のサーブ。目黒からタッパーを使う、ツール返す、西崎、西川ブロック、アンダーで上げる、うん、西崎きついタッパー、柴田上げて西川レフト吸い込んだ、 JT 最後は西川が決めました。諦めないして、やはりそのトスの質という話も和田さんからあります。こういう緊迫した場面で入っていくというかなりのメンタルが必要ですよね。そうですね。西川が打つ、中川、井上美咲上げてカット、きつい、拾った、柴田、カップダウン、拾います、あーで上げる、うーん、さあ外側に落ちました。さあアキンラデオがここで戻ります。白沢ベンチに下がります。ここはきついのサーブです、東映から井上美咲に帰ってカット、ボールはコート内側に落ちています。得点は JT です。8対6となりました。さあテクニカルタイマーともされてるかと思って、そうですね、やっぱりこう粘り強いというか嫌な相手という印象ありましたか。ありましたね、はいはい、私の時はあの竹下さんがセッターだったりしたので、はい、とても速い攻撃でしたね、まあ、日本代表でワールドクラスのセッターでしたからね、はい、はい、拾います、田中美月、きつい上げる、西川、
加藤アンダーで上げますが、中川加藤返せるか、プレーが続きがボールはコートの外側に打ちました。得点は JT です。7点目が入りますに戻ります。セッター柴田が戻してきました。田中瑞希、柴田、バックセンター使う西川、ダイレクトに加えきました。カットダウンを決めています。さあここで